11月のある日、 BSS テレビ生卵版でおなじみ山根真嗣アナウンサーの家である事件が起きていました。いや大変なんですよ。スズメバチの巣と思われるものがね、お父さん、はい、ね、大きいのがありましたね。いやこの間見つけてびっくりしましたわけよ、はい、鬼で、早速スズメバチの巣がある現場に案内してもらうと。いいですか、この後すごいですよ。あちらでございます。ちょっと待ってくださいよめちゃくちゃでかいじゃないですか。軒下にあったのは巨大な蜂の巣。寒くなったこの時期、蜂の多くは寿命を迎え活動しなくなるといいますが、この巣では蜂が活発に出入りしています、はい、結構なんか目立つところにあるって思うんですけど気づかこれが、これが気づかなかったんですね。いやー、うかつでした。ほんとも2日に1回ぐらいこう通るんですけど、はいはい、君と夏7月に一度刺されたんですよ、うん、ね、刺されたんで、あらこの辺多いななんて警戒してたら、まさかこんな巣があるとは思わなかったですね。はい、びっくりしちゃって、ね。蜂は春先から巣を作るため、長い間気づかないうちに巨大な巣になっていたと見られます。やがて駆除を依頼した業者が到着。厳重な装備に身を包み駆除に当たります。特別に小型カメラをヘルメットにつけさせてもらいました。カメラマンも完全防備です。まずは蜂を弱らせるため、巣に燻煙剤と呼ばれる殺虫剤を投入。突然の事態に驚き、巣の周りを飛び回る蜂。専門業者のスタッフは黙々と作業を続け、巣に袋をかぶせると。巣を丸ごとごっそり。近くで見るとド迫力。巣の中はというと、卵に幼虫。今の時期蜂がこれほど活発なのは珍しいとのこと。何はともあれ無事に駆除完了です。黄色スズメバチの巣を撤去してもらいました。ちょっとね、すごいですね専門家ですな。そうですね、タジログですかそれ、ね、そうそう季節外れの蜂の巣の駆除について専門家は、でだいぶ少なくはなってますけど、まだね、若干の問い合わせはあります。この時期になってもまだ毎週数件蜂の巣に関する相談があるといいます。気づかれずにそのままお家の、ね、増改築に伴って手を出した時に蜂の巣が見つかって、手を出せないということで、まあ、巣を撤去してくれということで頼まれる方多いですかね。アナフィラキシーショックでね、少なくない方が毎年亡くなられてますので、まあ、そういったことに恐怖を覚えられて、まあ、どうしてもという方もいますので。一方、米子市のこちらの業者にも毎週数件駆除の依頼があるとのこと。この日2件の駆除を行うということで、取材班も同行させてもらうことに。到着したのは市内の住宅街。市の方からお手紙の方が来まして、そちらの方で初めて、あ、蜂の巣があるんだって分かったものですから、その手紙ですか。はい、この手紙の方ですね。蜂の巣は家の裏庭にありました。ここでは噴射タイプの殺虫剤を使用。蜂を弱らせ巣を撤去し、あっという間に駆除終了です。そして次の現場へ。そこにはこれまでの現場とは異なる厄介な蜂の巣が。蜂の姿を見てどこかなって探したら、もう 3,4 匹出たり入ったりしてたもんで。
この壁と屋根の間にできたわずかな隙間。なんとその中に蜂が入っていくではありませんか。そう、家の外ではなく家の中に巣を作っていたのです。巣の場所を確認するのも一苦労。天井裏を覗いて探します。どうするかな。ようやく押し入れの天井から巣を見つけた作業員ですが、何やら困惑した様子。記者も恐る恐る天井裏を覗いてみると、お分かりいただけただろうか。画面中央の丸い物体、木材の色と同化していますが、これが問題の蜂の巣。実に直径40センチ。試案した結果、今すぐには駆除しないことになりました。おとなしくなりつつあるところに、殺虫剤とかね、かけて逆に刺激をしてしまって、もう電気の配線の隙間とか家の中に出てくる可能性がありますので、そちらの方がかえって危険になるという判断ですね、はい、今年特に多かったスズメバチの駆除。この時期の蜂は通常ならおとなしくなるはずですが、刺激をすると攻撃してくる危険性があります。くれぐれもご注意を。